はい、毎日学習館林です。合格者のママです。よろしくお願いします。じゃあ早速やっていきましょう。今日は今井睦美先生に関してやっていければなと思うんですけど、今井睦美先生はあれですよね、こう今井睦美先生の授業とかって受けられたことあります？いや、まだ受けてない。なんか今井睦美先生の、授業で、結構こうそのなんて言うんでしょう、まあ今井睦美先生の授業を結構こう受けたいとか、あとはその、まあ、今井睦美先生のこうなんて言うんだろう、研究してる研究したいとかそういう方ってまあまあいて、でそのまあなんだろうな、結構こうすごい人気がある先生ではあるんですよね。でやっぱりこう AM とかでその出願するときに、なんでこんなに今井先生めっちゃ人気なのかなって私よく思うんですけど、一つ多分考えられるところとしてあるのはやっぱりこうあれですね、こう教育っていうのはね、結構やっぱりみんなと馴染みが深いテーマなのかなっていうのはすごい思うことがあって、教育以外の話って結構もうよく分かんないじゃないですか。自動運転とか言われても、だってまずさ18歳でさ絵を受けるときにさ、運転したことがある人ってそんなにいないじゃないですか。田舎とかだと結構あるのが、田舎ってまず結構指導があって、指導ってだから自分の道で、行動じゃなくて指導だったら別に中学生とか運転した方がいいですよね。なんかバカみたいに田舎だと本当なんか軽音とかで多分全然いそうだなと思うのはさ、僕は街を持ってますみたいな、家がめっちゃでかいみたいな、もうなんか何千坪とかあって、全然普通に走れる道もあるみたいな人であれば、まあ、全然いけるよね。あと別荘がそんぐらいとかさ、いそうだよね。そう10人に1人ぐらい絶対いますけど、なんかこうだから走れる道があるみたいな人であれば多分運転ってできるんだけど、まあ、そういうレベルじゃないと多分運転ってできないなっていうふうには思ってて、で、そうすると自動運転の話とかは書くのも多分違うんですよ。で教育がなんでこんなに AO ですごいみんな取り上げられるかって、やっぱりすごく自分として実感がある、あとやっぱり KOSNC 目指すぐらいの子であれば、こうすごくこう勉強しなきゃって意識も強いから、こう問題意識を感じてる部分でもあって、そこでこう今井先生のところでどうにかしたいっていうところで今井先生でやるって思うんですけど、結構この教育系で AO を出すかどうかっていうのは割とこう素質が問われる部分ではあるなとは思ってて、こうなんて言うんだろう、こうね、すごくやっぱり思うのが、本当難しいんだけど、結構なんて言うんだろう、教育系の絵を出すときにも難しいなっていうふうにすごく思うのは、結構なんて言うんだろう、言語学とかそういうのってすごくこう難しいんですよ。なんか用語とか、なんか概念とか、でそのすごい抽象的なものを扱うこう研究分野なので、スキーマとかそういうなんかこう概念を取り扱っていろいろ話をしていくっていうのに、あんまり慣れてない子だと多分正直きついかなって感じがするんですよね。でだからなんかなんていうの、そのスキーマとかよくわかんないことが書いてる論文、英語も含めてですけど、この他のやつ出しておこうってうちらも何人か読んでいるんですけど、本当にね、その英語も日本語も含めるとその100本ぐらい読んで、その中で使えるものから引用してってみたいな感じでやっていかないと結構できない面なんですよ。なんでそういうなんかこう抽象的な概念を扱ってどうこうするとかっていうのが苦手だなとか嫌だなとか向いてないなって思う人は、多分基本的にそもそもこうやるってこと考えない方がいいですね、っていうのが、まあ、まず大前提としては言えることかなとは思ってて、それがすごく大事な部分かなっていうふうにはまず思います。で、それがまず一つで、あとはそうですね、まあ、教育系の子にやりたい人っていうところよりやっぱりね、すごい競争激しいんですよね。なんかこう、まあ、教育やりたい人ってこんなことやりたいと思うの自分だけだと思う結構いるんですよ。
で、その、なんて言うんだろう、高校生が教育関係のテーマをやりたい理由って、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、教育も政治もそうなんだけどさ、なんかこう、教育に関して論じてたりとかさ、政治に関して論じてたりするとさ、なんかこう、全然その人自身が学力がなかったりとか能力がなくてもさ、なんか自分がこう能力がある人みたいな感じになるじゃん。わかる？こう上から目線で話ができるっていうか、これからの日本はとかつってるとさ、本当にろくでもないやつでもさ、なんかちょっと偉くなったような感じするじゃん。教育もそうなんですよ。で、一種こうそのメサイアコンプレックス、こう救世主になりたいみたいなのがある人にとってはすごく教育ってだからこういい部分で、そのなんていうんだろう、本当にそういうやつ多いんだよね。何の能力もないんだけど、なんかこう教育の話とか政治の話とかをしてこうさも自分が偉くなったような感じを受けて、こうなんか自分を満足させる人ってすごくいて、そういうのに割と教育って使われやすいんですよね。だからそうじゃなくって謙虚ですごくこうなんて言うんだろう、抽象的な概念とか使うのも得意でみたいな感じの子であれば教育のことやるっていうのはすごく向いてるんですけど、そうじゃない人が教育の話してるときは私はふざけるなって話をするわけですよね。だってその教育ってやっぱりその教育を受けてる人の人生に影響を与えるじゃないですか。だから生半可能力の人が教育に関わるわけじゃないんですよ。だからこう現時点で何て言うんだろう、得意科目が何にもないとか、人にこれには人にこれは負けないなっていう科目が何にもない人が教育に関して、まあ、科目だけじゃなくて別にプログラミングとかだったら分野でもいいんですけど、そういうその分野とか科目がない人が教育に関して研究するなんてちゃんちゃらおかしいけど、得てしてそれはやりがちで失敗するパターンですね。まあ、政治に関してもそうなんですけど、こうなんか、大してその努力もしてないやつがこう選ぶんだみたいな話はすごくあって、 AO でそれすごい私感じますね。なのでやっぱりこうその少なくともその教育と政治っていうのが自分が対して今までこうやってきたことがあるとか、そういう感じの時じゃなければやめた方がいいです。なんかね、すごくこうすっからかんなやつはこう自分が選べるために教育とか政治とかをテーマに選ぶってことがすごく多いんで、そこは多分すごく注意しないといけないかなと思います。なんか周りとか見てても SFC はあんまりないかもしれないけど、そういう感じの人っていません？なんか教育とか政治の話をすることで自分のこう空っぽっぷりを任すみたいな。ただ AO もかなり最近こうやっぱり人をちゃんと選んで取るようになってすごい減ったなと思いますけどね。私2014年入学ですけど、私の時いました、ね、先輩で世界の政治はとか語ってんだけど英語何一つできないやつだった。びっくりする。でなんか外国のさ政治家来た時にさ、日本語やってくれればいいのにとか言ってさ、バカなんじゃないかって俺本当思って、そういうの見てるから嫌なんですね。なんかあんまりこう教育とか政治とかに能力が低い人は関わってほしくないなっていうのをすごく思ってるので、だから英語とかでも正直そこまで能力高くないのに教育とか政治でやろうとしてる子いたらそれは違うんじゃないかなっていう話はなるべくするようにしてますね。でそういうことよくよく話聞いてると、いや実は剣道で全国大会やっててそっちでやるよみたいな、なんかねこう自分の強みじゃない部分でやっちゃおうとすることすごく多いんだけど、だから現体験がない分野はきついですよ。だって勝てないの、それは。だからやっぱり原体験がある分野でやった方がよくて、そこはちゃんと考えた方がいいですね。そこができるかどうかっていうのは考え方としてはすごい大事だと思うんで、ちょっとそういう部分に関してはぜひ考えた上でやってみてほしいなと思います。よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。下の概要欄から LINE アットでですね、10日間無料相談、10日間無料添削受けたまっております。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。